皆さん、こんばんは。ティンダーの役は健太です。中日、巨人、西武の3球団を渡り歩いた最強キャッチャー、総攻守、三拍子を揃った史上最強サッカー、中尾隆義さんの凄さを言います。中日では100試合以上ルーキー役が活躍し、投手を星野誠一監督のもと見出されましたね。はい。大学としては本当に打てるキャッチャーとしてすごい先駆けのバッターと言っていいでしょう。ホームランも驚異的ですし、本当に阻止率、本当にすごいキャッチャーですね。しかし、その後、怪我などがあり、徐々に試合数が落ち込み、まあ、90試合以下ですよね、はい。一応は中日時代活躍したけど、怪我で落ち込み、その後、巨人へ1989年に移籍したそうです。中日でも優勝も確かに少し経験あったかなと思うけどね、わかりませんけどね。巨人時代、確かに1989年、90年には優勝には貢献はしましたけどね。総合出場経験減って、西武に移籍引退したそうです。そう、1989年は巨人はロッテより時代弱いという発言あって、中尾隆さん、巨人で優勝日本一に貢献した選手と言っていいでしょうね。90年は確かに西武にやられましたね。はい、その後、西武や横浜など、いろんなコーチを務めておりますね。球団の、はい、活躍しておりますね。カムバック賞、さらにはゴールデングラブ賞、ベストナインにも何度か貢献した選手でもございます。日本シリーズも MVP 級のクラスと言っていいでしょう。以上です。バイバイ。